地域における地球温暖化防止活動のリーダーとして活躍する青森アースレンジャーについて教えてください。地域の方々に対して地球温暖化の知識の普及やエコ活動の紹介を行うボランティアとして青森県が委嘱している方々で、現在35名が県内で活動しています。具体的にどのような活動をしているのでしょうか。各アースレンジャーがそれぞれのスキルを生かしながら、産業祭りなどのイベントにおいて地球温暖化に関するパネルを使用した普及啓発活動や、子どもエコクラブの活動を通じた環境教育、省エネに関する講演活動、そして植林活動などを行っています。地球温暖化防止に向けてのその他の取り組みを教えてください。県では県民、事業者、学校、団体などがお互い協力しながら、地域全体にエコの輪を広げようという青森エコの輪スマイルプロジェクトを推進しています。このプロジェクトでは趣旨に賛同する県民、事業者などに参加登録をしていただいており、事業者が県民や学校などが行うエコ活動をサービスや資金提供などで支援する仕組みとなっています。私たちの普段の生活の中で特に大切なことを教えてください。照明や家電製品の電源をこまめに切る、冷暖房の温度設定を適切にするなど、一人一人ちょっとした心がけで暮らしの中の無駄を省いたり、環境に配慮したものや行動を賢く選ぶことが大切です。一人一人のエコの輪を地域全体に広げるために、皆さんも青森エコの輪スマイルプロジェクトに参加しましょう。地球温暖化防止のために、今各関係機関は様々な対策を講じています。